あっ、亀太郎です。こんにちは、シャキです。だんだんと暖かくなってきましたね。今日はクサダメのパスカルがかなり食べるようになってきたので、その様子をご紹介します。それと同時に、このパスカルの歴史っていうか今までの出来事を紹介します。今はすごく元気なパスカルだけど、いろんなことがありました。そうだよね。とりあえず気温も上がってきたし、食べるようになってきたので餌をあげていきましょう。それではスタートです。この子はクサダメのパスカルです。年齢は12歳で女の子です。これからこのパスカルに餌をあげていくんだけど、餌をあげながらパスカルとうちらのこれまでのエピソードを紹介しますね。以前にも少し話したことあるんだけど、知らない人もいると思うので少し紹介しますね。まずこのパスカルなんだけど、5歳くらいまでずっと小さいプラケースで飼われていました。その当時10センチないくらいの大きさだったのよね。そうなんだよね。5歳で8センチくらいだったよね。あと水の状態も良くなくて、ちょっとかわいそうな飼育環境でした。うん、あと匂いもあったよね。そうだよね。それでこのカメの存在を知って、なんとかしてあげたいと思ったことがうちのカメ飼育の本格的な始まりでした。いろいろ思い出すよね。それでパスカルの飼育用品とかを買いに出かけて、ペットショップでいろいろと聞いたんだよね。うん、その時は成長不良だし、もう大きくならないかもしれないって言われたんだよね。うん、あれはショックだったよね。うん、ショックだったよ。それから庭池作りが始まったんです。そうなんだよね。ずっと狭いプラケースにいたから、できる限り広い場所で飼育して、できる限り幸せにしてあげたいって思ったんだよね。というわけで始まったうちの亀飼育ですが、大きくならないと思っていたパスカルがどんどん大きくなっていきました。そうなんだよね。予想外に大きくなっていったんだよね。まさかこんなに大きくなるとは思わなかったよね。うん、それに大きくなるの早かったよね。池に引っ越してからはものすごく食べたし、今まで満足に食べてなかった分たくさん食べてって思って、ちょっと多めに餌をあげていたので、すぐに大きくなりました。大きくなるのびっくりするくらい早かったよね。ただそんな感じで急に成長したため、甲羅がちょっとボコボコしています。それと清潔な環境で育たなかったためか、甲羅の状態も良くないんです。最初は今より状態が良くないところがあって、動物病院にも通ってたんだけど、今は元気いっぱいに暮らしています。カメさんって丈夫な生き物だと思ってしまいますが、こちらが思っているよりデリケートな生き物です。こんな感じで甲羅にダメージが出ちゃうと簡単には治りません。程度にもよるけど、ひどい場合はどうしても時間かかるからね。うん、そうなんだよね。けどこのパスカルのおかげでたくさんのことが学べましたし、今に生かすことができています。まあ今いる子たちが健康で過ごせてるのもパスカルのおかげでもあるよね。そうなんだよね。だから亀飼育をしている方、これからしようと考えている方、なるべく清潔な環境を保って健康に育つようにしてあげてくださいね。うちのようにカメさんに辛い思いをさせないように、気持ちのいい飼育をしてほしいと願います。あと餌のやりすぎも注意してね。というわけで今回はパスカルとの今までのエピソードをご紹介しました。パスカルがいなかったら池も作ってなかったと思うし、 YouTube もやってなかったと思います。それにひごしちゃんたちもお迎えしなかっただろうしね。うん、確かに毎年ベビーが生まれてるし、ひごしちゃんたちには貴重な経験をさせてもらってるよね。うん、そうだよね。あとフロリダ夫婦だってお迎えしてなかったよ。エリちゃんともランディとも出会ってなかった可能性高いよね。そうだよね。この2匹も去年初めてのベビーが誕生したし、いろんな世界を見せてくれてるよね。そうなんだよね。そう考えるとこのクサダメのパスカルはうちらの運命を変えてくれたカメさんよね。うん、ほんとそうだよね。パスカルはスタートから飼育環境が悪かったし、それに最初の頃はこちらが無知だったために辛い思いをさせてしまったこともありました。そういったいろんなことがあったけど、今よりもっと満足してもらえるように
どんなことがあっても大事に育てていきます。パスカルから始まった世界だからね。ですね。ですね。これからもパスカルのことよろしくお願いします。お願いします。ということで今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたね。最後までご視聴いただきありがとうございました。